もう一回行きましょう。よいしょ。急に行きますか。はい。さっき小川さんとも、まあ、ホームの話で、昔はロッカーがなかった時代、まあ、ブロックみたいな時代とか、うん、まあ、今はすごい、まあ、ホームもボードもこう進化して、うん、まあ、割とロッカーついてる、あの、まあ、ボードだったり、うん、ホームだったりってあると思うんですけど、まあ、今もそのサーフィンを始めてる、すでに始めてる人たちも、うん、ロッカーってそもそも何なんだろうみたいな、はいはい、これから始める人たちもなんでサーフボードってこう沿ってるんだろうみたいな、うん、多分なんかそういう人いるかなと思うんですよ、うん、そうだね、あのイメージで、うん、はい、いいんですけど、合ってるかどうか分かんないけどって言っちゃう、はい、聞く人もいなくなっちゃうから、あのサーフボードってこうやってロッカーがついてるじゃん、はいはい、これはさ、なんでついてるかっていうとさ、はい、もちろんあのパーリングってノーズが水に刺さって波に乗るときってさ、後ろから波が来るから板はこういう格好でテイクオフするわけだ、はい、これがロッカーが弱ければやっぱりこの砂っていうか水に刺さっちゃうんで、はい、うん、それ防ぐためのノーズロッカーがあるよね、はい、あともちろんテールロッカーもこれ反ってるから波がこうやって来て上げられるのが少し抑えられる、これテールロッカーないとやっぱりパーリングしやすくなるんですよ。なるほど。さっきノブが言ったみたいに強い弱いっていうのはあって、はいはい、昔は弱かった、はい、うん、割とフラット気味の、うん、フラット気味な感じ、それやっぱり波に乗る波もちっちゃかったのもあるのか、あるいは実際にはね、今の WSL とかっていうのがジャッジの基準っていうのを作ってて、はいはい、あの世界の連盟の方がね、はい、あのサーフィンってどうすると高いって、どういうサーフィンが一番いいかっていうのを勝手に決めてるわけだね、うん、あのまあ実際には試合に立つのはどういうサーフィンすればいいかっていう、はい、うん、そうすると波のさ、あの今までショルダー側の平らなところで演技してても点になってたのが、はい、今のサーフィンってどん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 波のこのカールの際でいろんなことをやらないと点が高く取れないよね。そうですね。そうするとここってすごい湾曲してんだ、はい、波が。そこで今度綺麗に動くためにはさ、ロッカーは強くないと刺さることが多くなってくるっていうか、うんうんうん、テールロッカーもノーズロッカーも一緒だよね。はいはい、うん、であるいは板の長さもそうだね、短くなってくるよ、うん、あ例えばさ、そのロッカーがじゃあ強くなったら今度走りは悪くなるよね、まあ普通に考えて、うん、あの平らなものをフュッて水の上で、ね、走らせればさ、ずっと走ってるけど、ロッカーの強いものをビュンと押したって、はい、すぐピュッて止まっちゃう、はいはいはい、それ防ぐために今ボードってほとんど、俺なんかサーフィン始めた頃ってこんなへこんでないのよ、コンケープって言うんだけど、はいはい、まあノブはよく分かったって言うんだけどさ、なんコンケープ、はい、実際には V ボトムがベースだったから、はい、昔はこのストリンガーの方がロッカーがこのアウトラインのロッカーよりも強かったのね、うんうん、だから真ん中は膨らんでるボードだったの、はいはいはい、だからロッカーを強くしちゃうと走らなくなってっちゃってる、うんうんうん、今はロッカー強くしてもここがもっと弱いロッカーを持ってるんでへこんでるから割に走りはいいよね。あ、なるほど。板がちっちゃくなるとやっぱりコンケープって重要なんじゃないかな。うん、サーフィンこう、まあ今スピードがつきづらいとか、はい、まあつけにくいとかいう苦手な人多いと思うんですよ、うん、そういう方とかっていうのはその割と、まあ、小川さんなりに、そうだね、あのもちろんロッカーの弱い棒で選ぶのってのは大事かもしれない、うん、でも僕思うのは板をもうちょっと長くしたらもっと楽だよっていうか、うん、あの初心者にはね、はい、あのさっき言ったみたいにそのカールの際で演技するのは上手い人はそこでできるけど、うん、どうしたってやっぱりショルダーの方のが安全だし、うん、まあ楽に気楽に乗れる場所なんだ、うん、あの波がフェイスが緩やかなんでね、うん、そうすると板って長い方がよく走るんだよね、この平らなところでは、はいはいはい、うん、だから長くてロッカー弱いボードっていうのはそこら辺で生きてくるよね、うん、まあミッドレングスとかこの頃流行ってるからね、うん、そういう方は割とロッカーは抑えめ、そうだね、
ノーズロッカー抑えめで。ノーズロッカー抑えめ。うん。これ長さいくつだ？ 5.8 か。5.8 ですね。うん、小川さんの俺はこれ大きい波乗るやつだから、これでかいよ。6.8 ある。これ6.8違う。そうですね、うん。全然違います、ね。厚みもあるしね。すごい。うん、でもこれはロッカー弱くないけどね、そんなにね。これは割と強めの。うんうん、あんまり幅もそんなにつけてないし、はい、やっぱ大きい波乗るときはちょっと、はい、あんまり幅広いとターンできなくなっちゃうんで。うん、俺はね、まあ、これちっちゃい波のときは使ってないけど、だからロッカーはまあ大きい波のときっていうのは若干ノーズロッカー強くしてテールロッカー若干抑えるっていう比率、うん、この板はノーズロッカーが弱くてどっちかっていうとテールが強いかな。あ、そうですよね。ノーズロッカーこんな短い板で強くしすぎちゃうとテイクオフ遅くなっちゃうから。うん、そうですね。それでてテールが強いのはやっぱりそのさっき言ったカールの際でいろんなことをするためには、ここがやっぱりフラットで水に浸かりすぎてると あんまノーズが上がりにくくなるんで。うんうんうん、なるほど。じゃあなんかこれはもっとゆったり乗る板だよね。いやでもまあサイズあるときは良さそうですけどね、うん、めちゃめちゃ、うん、でテールは細いし、はい、サーフボードのアウトラインも大きく変わってきたかなと思うんですね、うんうん、でまあ自分がジュニア時代のときっていうのは、厚さが2、幅が17とかだったかな。おー、そんな細かった。そんな細かったです、うん、で長さが5.10 とか11の板を、まあ、乗ってた時代だったんですね、うん、まあ自分だけじゃないですけど他の選手とかも。そうだね、うん、今だと短くて幅が広くて、うん、でボードもやっぱ昔と今とではだいぶ変わったかなと思うんですよね。そうだね。これ実際幅が細くなったのは分かるんだよ。ああ、はい。幅が広くなってきたのはそこから徐々にだとは思うんだけど、はい、ね、1995年ぐらいかな。95年、うん、ああ、ケリー・スレーターがまだやっとプロになりたてぐらい、はい、ちょうど ASP に入り、うん、なんか日本に来たりとか初めて、はい、若いム、はい、カレント来たりとか、そんな時代だと思う。あの頃に、はいはい、いきなり幅が45センチ切るよね。要するに17インチぐらいの板が出てきちゃったんだよね、うん、いきなりケリーとかが入り出してから。そうそう、なんかあれか、あの辺りでガラッて変わったよね板が。それまで割に浮力が中心で動いてたボードが、あー、浮力ってのは分かるよね、板のボリューム、はい、体積の問題なんですけど、はい、浮力って水にこうやって沈めた時の浮く力、体積で決まってくるもんなんだけどさ、あのケリーが出てきてからなんかいきなりそれがなくなった。あ、もうボトム走ることによって生まれる、あと揚力って言ってボトムに水が当たって浮く力でさ、人間乗れなくてさっき言った体重を73キロを浮かせるのがはい、はい、そこばっかりになってきたのよ。そこがすごい重要。だから速いボードがすごい好まれるようになってきて。なるほど、うん、あの時にだからケリーの板はもう細くて、あれでほとんどみんなサーフィンやめちゃった人いるんじゃないかな。どうなんだろう、まあ、急にね、なんかいきなりサーフボードが難しくなった時代だよね。よりこうボードを寝かしてだったり、そうそう、それで折り返しの速さだったり、ボリュームないからやっぱり例えばカットバックして、カットバックの後半って速度が落ちてくるじゃん、はい、そうするといきなり沈み出すのもボリューム不足、浮力がないからそういうことになる。なるほど。要するに揚力がなくなってきた瞬間に沈んじゃうボードっていうの。それでやっぱりそこから何年かそういう板が流行って、要するにトップの世界のトップの選手がそういう板に乗ればさ、なんか俺も同じような板に乗ったらうまくなんだろうと思って、やっぱり日本でもコンペティションボードっていうのはみんな薄く細くなってきたと思うんだ、はいはい、そうですよね、うん、特に小川さんのがやっぱ ASP の時代でね、ジャッジも務めてたと思うんで、よく見てたと思うんですけど、どうですかやっぱ、まあ、ASP の時代と今の WSL の時代とではやっぱボードのアウトラインもだいぶ変わったし、うん、そうだね、はい、
そうだね、実際に ASP のジャッジ基準でさ、マニューバーの定義ってのがあるんだけどさ、はい、マニューバーってノーズの向きを変わることをマニューバーっていうんだよ。だから、うんうんうん、なんかそれはさ、こうやって振るっていう意味じゃなくて、こうやって例えばターンでラウンドカットバックした時にノーズが今まで走ってきた方向を向くっていうかさ、うんうんうん、そうするとこのカールの際で向きをそれだけ大きく変えようとするとさ、はい、やっぱり合わなくなってきてるんじゃないかな、細くて長いボードじゃん、うん、なるほど、うん、だからそれが短く するわけじゃん、うん、例えば511、510から58、57に変えようとすれば、うん、もうそこで何インチか短くなるんで、うん、そうすると同じ体重の人が乗ってるわけだから、うん、ちょっとボリューム不足になるんで、それを補うために幅をつけてくるっていうのは普通の流れかな、うんうんうん、まあそうですよね、うん、もう自分とかも30歳で、あの茨城で勝った優勝した時も5-7とかでしたからね。あ、はい、すごい昔に考えるとだいぶ短くなったし。そうだね、はい、最初ノブにいたけど、だから確かに17インチだったかな。そうですよ、そのくらいだよね。17インチまだジュニアだったもんね。そうですね、すごいだいぶ変わったなと思って、うん、そうそう、そこら辺もちょっとなんかアウトラインとか気になってたんで、逆に今のサーファーとかだっていろいろこうチョイスできていいですよね。そうだね、うん、まあ、ハワイとか行くとね、みんなちょっと細めの長い板になってとか、ね、うん、やっぱ大きな波だと今度それだとくるくる動きすぎちゃうっていうか、うん、まあ動くことを目的に作ってるから短くて幅が広いボードになってるわけだから、はい、大きな波だとそうはいかないからね。そうですよね、まあ、サーフボードのアウトラインってすごい、まあ、シェイプしてても、うん、ノーズとテールがこうちゃんと綺麗にこうつながって、うん、綺麗にこうつながった時はすごいやっぱ嬉しいじゃないですか、はい、でも自分のサーフをこう見てると、あ、曲がってんなっていうか、つながってないなみたいな、なんかそんなのもなんか今はあの勉強中というかね、皆さんもぜひあのまずサーフボードにアウトラインのね、この重要性だったり、まあ、このボードのロッカーとかもね、少し気にしてもらって、はい、あのサーフボード知ってもらえたらなと思いますので、ね、昔ジェビー・ロペスさんが言ってた言葉なんだけど、スピードは全てを可能にするって、はい、